いやどうも皆さん、マグニでございます、お元気でいらっしゃいましたでしょうか。さあ年の瀬ということでね、2020年最後になるんじゃないかと思います。このメインの動画がね、なかなか動画出せておりませんでしたが、どうも本日も家族でマグロに来ております。お嬢さんは自転車乗って遊んだり走ったりして、マグネさんもごゆっくりされております。今日はですね、どんな内容かというと、ソロキャンプですね。どうやら流行語大賞にもね、ノミネートでなったの？ノミネートしたの？わかんないですけど、ソロキャンプっていうのがね、あれらしいんで、僕なりのそのソロキャンプ全シーズン対応のソロキャンプグッズ、買ってよかったじゃないですけれども、そのあたりをですね、改めてご紹介したいと思います。よし、では、一つずつ丁寧にご紹介していきましょう。まずハンターカブから出てきた、こちら。これは、圧縮袋に入った寝袋ですね。ずっとこれ使ってます。夏これはちょっと暑いので、9月ぐらいかなにこれで寝た時は暑くて、着てる服脱いで入ってちょうどよかったみたいな。ちょっと開けましょう。これはコストコで買ったやつです。コストコで一番高かったやつですね。なんかこういうの KSB20度っていうことなのかな。真冬でもね、これに厚着して入っていけばいいし、あ、中に毛布入れてね。それこそ毛布とこれで氷点下行った時もあったんですけど過ごせましたね。どっかの配信で北海道のキャンプやってみてって言ってたけど、それはさすがに、これじゃ無理かとは思うんですけど、もうちょっとねいいやつがいるかもしれませんが、参考になるのか。これはオールシーズンちょっとやめとこうかな。これ買ってよかったものにしようかな。方向転換しましょう。買ってよかったものの中で言うと、コストコで売られていた寝袋で、長さ調整が実はできて、この下の方にこういうのがついてて、これでねこういうところで引っ掛けることで長さ調整ができます。摂氏20度なのかな、なんか書いてますが、いろいろとねずっと使ってるけど、何度体温なのかは特に調べておりませんが、これで苦労したことはないです。でやっぱダウンのねお寝袋がいいのは、そう畳まなくていいっていうか、逆に畳むと傷んでしまうってことがあるから、こうぐちゃ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 って入れれるんですね。力はいりますけど、ぐちゃぐちゃって入れれるのはやっぱ楽でいいね。一人で行くとよりこういう片付けの手間とかは少なくしてった方が、今度次行こうっていう気にならないとダメなんで、いやもう二度と行きたくねえとはなってほしくないし、なるともったいないのでね、そういう意味でも片付け楽な方がいい。積み込むだけで、これ圧縮袋も分かる範囲でまだリンク貼っときますけど、寝袋入れるのにちょうどよかった。はい、まあ、これがまず一つ目ね、置いときます。じゃあどん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 、ちょっと暑いから上着脱ぎました。寝袋の次はじゃん、はい、ステーシー2でございます。こちら小川さんのテントですね。何回もうちのチャンネルで広げてます。一人で行くときはやっぱこれかなと。寝やすさはロゴスのテントなんですよ。ロゴスのライトドームってやつなんですけど、総合的に見て、一人で過ごすにあたり総合的に見てこれでいい。なんでかというと、タープ立てなくていいのよ。タープ立てなくても簡易的なタープが立てられます。もうしばらくこれ使うと思います。新しいともう変わんな多分。次はねテーブル、これもね2つあるんですけど、こっちはロゴスのちっちゃいやつ。これねもう簡単なの、組み立て簡単だし、めちゃくちゃしっかりしてるから高さもちょうどよく使いやすいです。なんだったら一番愛用しててすげえいろんな傷もついてます。傷つくのやっぱいいねでこれもう一個なんかねテーブル、これもコンパクトかつ組み立ても簡単だし、わりかし使いやすいとしっかりしてると、パチってこういう風にテーブルになるんですね。テーブル一つでもいいと思ってたんですけど、二つある方がいいと最近思うようになった。そして今更照明入れる私、これもめちゃめちゃ組み立ては簡単です。これで片方の足ついて、もう片方もつけてしまえばこれぐらいの高さ、ロボットのと比べるとこれぐらいですね。調理をこっちでしてここで食べるみたいな、こういう二段構えが一人だとちょうどいいサイズだと思うんですよ。いや、じゃあどんどんいきます。次がねよいしょ、ダーン、やっぱこれに落ち着いたんですよ。つい最近コストコ行って買い物してきたんですけど、その時にも買いました。コストコの保冷バッグくださいって言ったらこれが来たんで、この最新なのかな、最新って言っていいのかな、このモデルは非常に人気で使いやすいようです。実際に使いやすいです。ウームキャンプ部を始めたタイミングでみんなでコストコ行った時にね、初めてゲットしてね、師匠にいいよって言われてね、それからずっと愛用してますね。不満がなさすぎてびっくりする。なんだったら保温機能もある。もう保温機能なんていうのはついでなんですよ。結構柔らかいくせに割としっかりしてて、かつ破れたこともないし傷ついたこともないし、過酷な使い方してるんだけど、
うんともすんとも言わず穴も開かないし、もう何年使ってんのこれ。もう3年ぐらいはもう使ってんじゃないかな。一応ショルダーバッグにもなるので、テーブルはここに入れられちゃうから、テーブルとかは入れられてしまいます。薄いのでね、テーブルたち入れれるし、入れてテントと寝袋これ持ってしまえば、まあ、ちょっとこう例えばオートキャンプ場なんかでちょっと歩かないといけないなっていう時でも、まあ、頑張ればなんとかなるっていう。でここに残りの全てが包まれております。では少しずつ、まずはダン椅子、これもアマゾンで買った、なんだっけな、なんとかっていうあのメーカー、プラモーラ、普通飯や、タルトになるね。何やったかな、 H ヘリノックス出た、そうやな、ありがとうございます。ヘリノックスだと1万5000円とか2万円とかもっとしたかもしれないやつが3800円ぐらいで買える椅子、実は2脚目、しかも1脚目は師匠にもらって、いいなと思って再び買った、やつでございます。これめちゃくちゃいいです。長く座るので座り心地すごく大事です。ちっちゃい椅子ね、本当にめちゃくちゃちっちゃいね。今ここにあるかな、上かな、あのね、ロゴスのすっげーちっちゃい椅子あるんだけど、あの三角のパンツだけがあって、そこに棒がこう3つピンってなってるみたいな、ピンって座れるやつ、あれだとやっぱりどんどん長く座ってるとしんどくなる。調理なんかしてるとね、なおさらしんどくなるんで、そういう意味ではお尻もグッと囲ってくれるんで、ちょっとこれぐらいだったら開けてもいいか。本当にね、優秀、中華ヘリノックスの椅子が優秀で、それのパクリなんで、それは優秀だわなと。ただ潰れます、安いんで。1脚目はねもらったもんだからあれだけど、多分これもずっと使ってるうちにヘリノックスとかと比べるとめちゃくちゃ早く潰れてしまうことなのでしょう。まあ、ほらほらで、こうしてこういうね感じ、うん、こういう椅子ですね。お尻をこう囲ってくれる包み込むように、でふわっとこう結構弾力があるから、冬寒い時はなんか下に毛布引いて座ると、それだけでも十分過ごせました。あ、北海道などでは過ごしておりません北海道は行ってみたいけれども、この間あの生放送でビビらされましたんで、ま、23度とかだったな、マイナス23度とか、もう一滴の妹の世界じゃないですか。よいしょ、ですね、まだまだあります。じゃあ次こちら、これね実はそんなにまだ使ってないんですけど、幕開けじゃなかったんですよね、なんかなかったんだよな、ま、幕開けみたいなとこで、ゲットした保冷バッグですね、うん、ビークールっていうやつ、こう防水になってて、で中が、ちゃんと保冷バッグになってますみたいな、ほらね、15リットルです。はい、なんでこう15リットルなのかというと、やっぱお酒飲むからですね。お酒保冷したいし、まあ、お肉もねこの中に袋に入れて、置いとけば、お酒と一緒に入れとけば保冷が効きます。畳める、大体畳めるんだよ、いろんな保冷バッグ畳めるんだけど、結構ちっちゃくなるよ。でこのなんていうんですかね、密閉力がと半端なくて、わかります、ここから空気抜けてるんですよ、うん、でこれ閉じるともう入らないみたいな、だから結構ちっちゃくこう畳めるし、買い物はだからこいつと一緒に行けばいいだけ、他の荷物は置いておいて、これと持ってスーパーに行ったりとかっていうことができるので、行きがてらね、今度これ丸一日キャンプで使おうと思ってます。続きまして、はい、これね、もう何回もご紹介しますけど、モンベルのファームパッドですね、これも最強、真冬もなんとかなった。ぶっちゃけ真冬は下がちょっと冷たいなっていうのはあるから、やっぱり毛布ですね、毛布プラスで、さっきの寝袋に入ればなんとか過ごせる。真冬の言うてもマイナス1、2度、3度ぐらいの程度の場所ですよ、何回も言っとこう。はい、続きましてメスティンだね、これはもう最強です。何作っても美味しかった、ご飯もうまく炊けたし、スープも作れるし、これでお鍋もできます。2個持ってきゃもう全然いいです。1人だともう1個でね、まずご飯炊きます、ご飯他のとこ置いときます、こっちでおかず作ります、それでも OK ですから、あとビール飲めばいいだけですからね、めちゃくちゃ簡単です。でさらに調理方法が固形燃料を使った調理法でね、固形燃料1個に対して、まあ、自動調理みたいなことができると。お米炊くのはいい、自動でやってくれるから、まあ、とにかく、まあ、いろんな料理が、できるということですね。まあそんな大した作りじゃないような気もするんだけど、やっぱしっかりそのニーズに応えられてるという素晴らしさですね。メスティおすすめしたい、なんとソロキャンプだとなおさらおすすめしたい。じゃあ続きまして、はいシュラカップですね、これは、母さんの村のやつです。まあ使ってないですけどね、いただいたばっかりなんで、他にもですね、こうやって私用に作ってくれたやつとかあったりとか、これはもうあのマストですね。使ってボロボロになってるやつもあるんだけど、もうそれはやめて、新しいあのこの母さんの村のを中心に、いただいたやつを中心に使っていこうということで、これ今言われてます。続きましてスノーピークピッツ、
これもね調理するときに、使うやつなんですけど、別に箸でやってもいいんですが、ね掴みやすいんだよね。やっぱ肉焼くときあるじゃないですか。肉焼くとなるとやっぱこういうのが必要になってくる。さっきねテントありましたね。テントのタープ立てたくないからステーシー持って行ったって話なんですけど、なんとこのステーシー前にちょっとちっちゃいこう跳ね上げね、よくあるんですけど前のこの布跳ね上げてタープみたいにできるっていう、でそれのポールでございます。スノーピングのね置いて、これがペグ入れ。これがね注文してから2週間ぐらいで届いたっていうで、伝説のペグ入れなんだけど、よくあるペグ入れってちょっと待ってくださいね。よくあるというかまあイメージあるのがこういうやつだと思うんですよね。これ便利なんですよ。水入れて洗えるからめちゃくちゃ便利なんだけど、なんだかんだでペグを入れすぎちゃうという罠がありましてね、持っていくテントに必要な数のペグだけをここに入れて持っていくことでスッキリさせることができるということです。続きましてどんどん出てきます。これもね団体で紹介したことあるぐらいに私気に入っております、衣類圧縮袋ですね。やはり着替え持っていくんですよ。シャワーとかついてるとこもあるし、近くに線路があるとこもあるからね、そういう時はこういうのを持ってって着替えを持っていくということですね。もうこっからすげえ小物ばっかりになるんですけど、今ゴム手袋ね、これはもう好き好きだと思います。これがある方がテントが立てやすいことはまあまああります。結構替えの手袋もたくさん持ってたりとかでね、これねこれいいわ。これマグネーさんがどっか100均で買ってきたやつだと思うんだけど、そうそうね、お箸とスプーンなどなど、要するに食べるやつ入ってるんですよ、食べるやつもね、なんか箸もねスノーピークのこう折りたたみできる箸とか、100均の折りたたみできる箸とか買ったんですけど、もう鬱陶しくてって言うとあれですけど、もう割り箸をたくさん持っていけば、割り箸は焼けばなくなるのでそれでいい。でスプーンも100均のやつ、それでいいね。これだけは焼いて帰るわけにいかないですけど、持って帰りますけど、でそういう風にしてます。その用事も結構必要なので持って行ったりしてます。まあちょっと入りすぎてはいるけど、ここに入れてます。これね一個忍ばせとけば本当に虫刺されません。これパーフェクトポーションで、100均の着火剤、いろんなタイプあるけど別にどれでもいいです。これでメスティンで調理しましょう。メスティンの調理だけではありません、焚き火の火起こしにも使えます。万能すぎる。これでいい。ダイソーで全然問題ない。だとね、これ地味にモンベルの耐火布。何がメリットかって言ってやっぱり燃えない完全に燃えない布なわけじゃないんですけど、これを引いてやることで地味に汚れなかったりするっていうね、汚れをこう担当してくれるみたいな。最終こいつを帰ってね、母ちゃんに洗濯してもらうみたいなね。なんだったらこうちょっと汚れたな、チュチュってなんか拭いたりとかでね。まあそれに追加して言うと、このコストコのペーパータオルね、これプラスパスリード、今ここにないですけどパスリードも当然絶対持っていくんですが、これも大事だから食卓にこれ1個あるといい。でこれもいただき物ですけど、モンベルのテントシューズですね。これ履いてるだけで足が温かい、私は冷え性なのでなおさらです。こういうのはもう絶対ないとダメ。はい、でもしもの時のエマージェンシーキット、怪我する可能性もありますし、ここにはねめちゃくちゃ寒い時に暖かくなるやつが入ってますね。そういうのも入れておりまして、ね、これね実は三脚の袋なんだけど、別に何でもいいの袋はね、ここに入ってるのはゴミ袋ですね。ゴミ袋とナイフとハサミ、ぶっちゃけそんな使うことない。なんか切らないといけないってことがあまりない。ブッシュクラフトみたいなことしないので、これはね2021年収束、してください。お願いします。収束してくれたらいろんなキャンプ場行ってブッシュクラフトとかもやりたいんですけどね、一緒に行きたい人もいるのよ。もしもの時のためのナイフとハサミとって感じで、ゴミ袋入れっていうのが一番主な使い方かな。そんなところでございます。おいでこちら、これが最後です。皆さんもう名前すら忘れたな、 B6 くんですね。どこのブランドかがもう忘れてたけど、焚き火台です。ちっちゃい焚き火だけではなく、皆さんなんとグリルにもなります。グリル、これグリル台なんです。ここで肉焼くんだけどね、もう一人で食うには十分。もう何回もこれでもう牛タンも焼いたし、いろんなもういい肉も焼いた。あ、ショーズだ、思い出した、ショーズさんの B6 くんだ。まあこれぐらいのサイズの焚き火台で、焚き火する、ちっちゃい焚き火することもできるのよ。コンパクトな、個人的には十分。はい、全部ご紹介できた。おめでとう。これを全部持っていけばどこでも一応キャンプはできます。プラス食材ね、ステーシーで寝て、下にはモンベル敷いて、着替えも持って、コストコの寝袋で寝て、ビークールのこれでね食材を運ぶ。あとテーブルも、あとロゴスのと、アマゾンの安いので、椅子もアマゾンの安いの、あとペグとか箸とか、あと着火剤とか、あと焚き火台、ちっちゃい焚き火台とか、もうこれで OK でございます。改めてこう整理すると行きたくなりますな。キャンプ行きたくなりました。ちょっと一旦、行けてないもんね、ちょっと片付けますね。いつでも行けるようにもうバイクに仕込む、これね。よいしょ。
あ、やばい、一つ忘れてる、一つ忘れてる、ちょっと待ってて。忘れてました、テントのグランドシート。これないとダメだね。よし、一回出したやつ全部また入れましたけど、うちのこの、これもね、つけた動画あるんですけど、これも売ってるやつでね、まだ隙間あるんですよ。細長いものなら全然入りますし、まだ余裕があるので、これはただの寝袋ですから、出ればちっちゃくなるからね、こうやって閉めることができます。バッチリ、有能有能。車には当たり前のように詰めますし、問題ありません。よし、はい、ということで、これ2020年最後のメインの動画になります。なので2020年も全然キャンプ行ってないにもかかわらず本当だね、ね、お付き合い、そしてご視聴いただいた皆様、誠にありがとうございます。そう、2021年ワクチンも完成して収束して、キャンプが行けるようになればいいなと思ってます。2021年またお会いいたしましょう。何かの形でお会いいたしましょう。ではメインチャンネルはこれにて、年内納めね、納めでございます。お世話になりました。お世話になりました。皆さん良いお年をご、せーので、うん、皆さん、せーの、良いお年を。回ってるけどあら、おまけ、これはね、人によるんですけど、一個ご紹介し忘れてためっちゃ役に立ってます、スワキのポータブル電源ですね。このサイズ感最高。でかいのあるけどね、ぶっちゃけこれで足りてるっていうところで、容量のでかいモバイルバッテリーみたいなノリで使ってます。もちろん電源も取れちゃうんで、まあ、パソコンとかもできるから、まあ、サイズ感的にはいいんだけど、うちはもうカメラとかマイクとか充電しないといけないのがあるので、これを使ってるだけなので、おまけ、いよいよ閉じよう。